皆さんこんにちは、ギルド役の松岡義嗣です。今回ソードアートオンライン2ブルーレイ DVD 第1巻のオーディオコメンタリーということで、素敵なゲストの方をお招きしております。まずシノン役沢城みゆきさん、はい、ごめんなさい、戸松くん、すごい、私今初めて松岡くんと目が合ったよ。本当ですか、はい、今になってるんですか、はい、ちょっと記念すべき、なんと私の方がドキドキしちゃう。あ、よかったですね、よろしくお願いいたします。そして、アスネ役、戸松遥さん。はい、どうも、アスネ役の戸松遥です。お願いします、はい、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、なんか新鮮だと思ったのは、みゆきさんとつぐつぐの、うん、なんかこう、こういうところでの絡みを、うん、まだ見たことがないからだと思いました。あ、そっか、ニキは恐縮にもあれだよね、頭の方は私が稼働してたというか、あの、宣伝関係、イベント関係ね、はい、そうですよね、そっかそっかそっか、はい、あ、なるほど、普段なんか、どういう会話してるんですか、イベントとかで。すぐ一年あれイベントって…イベントは…では、そんな…そんなにですよね。です。なるほど。はい。楽屋とかでも、そんなにです。大体、わしらきさんとかがいてくれて、あの、基本的に、あの、なんか松岡は触られてるよね。ふわふわ。確かに確かに。ふわふわ触られて、確かに確かに。っていう感じだったので、なんか二人きりでどうにかしなきゃいけないっていうステーションはなかったから。そうなんですね。そうそう。今日初めて目を見ても間に合ってる。ああ、そうですよね。アフレコ現場でもそんなにね、目を合わせてるところ見たことがなかったので。そう。だから、戸松くんがいると多分二人とも安心してると思う。この真ん中に。ありがとうございます。大体の席順も松岡くん、はい、戸松くん、私ってこうね、右から並んでることが多いんですけど、なんとなくそのね、戸松くんがいない回もたくさんあったし、ね、ね、そうするとなんかこう、現場がシュンぽっかりと真ん中に穴が開いたような、誰もちょっと座らない席ですもんね、はい、私が座ってるところ。アスナがね、登場して久しぶりに登場しました、はい、実際にあの戸松さん、あの、はい、久々のアスナを演じて、はい、感想をお聞きしたいんですけど。いや、楽しかった。なんかこう、1話の時も楽しそうでしたよね本当に、なんかこうやって私はデートをするシーンってなんかすごく、なんかこう楽しくって、はい、あ、すごいなんかウキウキしちゃいました。これ戸松くんの乙女エンジンは入るんだ、これで。入ります。なんかこう場所もその一期の時はやっぱりゲーム内での、ところでのシチュエーションの、まあ、デートだったりとかハプニングとかだったんですけど、うん、現実の世界で実際にこうモデルになったところが、ね、あるところでのデートのシーンって2期で初めてだったので。そっか、結城アスナとしてのデートなので、ね、なんかこうちょっとウキウキしちゃいましたね、私。はい、戸松さんや沢城さん的には、あの、こういったあの皇居とか、こういったなんか、なんていうんですか、公園みたいなところのデートってどう思われるんですか。個人的な話ですか。ごめんなさい、すいません、ほんとすいません。ね、まあ、はい、いや、いいよね。はい、いいです、いいです。じゃあ、つぐつぐは、つぐつぐはどう思うの。いや、こういったところで、まあ、あの、今右にもいましたけど、右にもいましたけど、今伝わると思いますけど、今右にもいましたけど、うん、まあシートを広げて、うん、まあそうですね、ピクニック感覚でなんかいろいろ遊べたら楽しいんじゃないかなって思う時はあるんですけど。へえ、はい、ほー、お弁当とか持ってはい、へえ、なんですかちょっとなんか松岡くんってこう生活感がないから、なんかこうお家でのこととか聞くとドキドキしちゃう。あ、でもちょっとわかります。なんか、あ、普段そうなんだみたいな。確かに、何してるんだろう、そう、何食べて生きてるんだろうって思いますよね。そうなの、ハンバーグが好きっての知ってるけど。そうなんだ、ハンバーグが好きらしいです。沢城さん、ゲームの世界に入ったら実際自分だったらどういった立ち回りをするかをお聞きくださいということなんですけど。
あ、聞いてくださいと。あ、今お聞きしました。あ、ごめんなさい。実際自分だったらどういった、ゲームの世界に入ったら実際自分だったらどういった立ち回りをしますか？壊れちゃったの？いや、大丈夫です。大丈夫です。ごめん、なんか。はい、ごめん。もともと、なんかの、ブスッとして生まれてきてるから、普通に見てるだけだけど、睨んでるみたいって言われたことあるんだ。ごめん。なんだったっけ？ゲームね。ゲームの中に入ったら、自分だったらどういった立ち回りをしたいか、こういったバーチャル MMO みたいな。なんかこう敵とかバトルとかそういうなんて言うんだろう、命がけのものよりはなんか平和なクエストとかの方がやりたいですよ ね、 そうだよね、やるにしても、うん、私もそれはねそう思う。あの実際にね、実はそのメガネかけてやってたゲームの中にすごい大きいなんていうの、牛、あ、はい、あの一期の頃にグリームアイズってボスがいたんですけど、あいつがバーンで出てきて、実はアスナちゃんもいて、あ、はいはい、一緒に戦えるんだけど、もういや無理無理無理ってなる無理ってなる、こんなの全然無理。高さもやっぱ大きいんですか、そのグリームアイズの。だって、アスナさん8個分みたいなのがそういう感じだったよ。リアルなあれもあるんですね。まあ19、アスナさん斎藤さん19って言われて、いやちょっと今あの時間見たのね、今ね見たんですけど、そうかそうか、これあと1分後にシノン出てきちゃうから、今回はアスナの話をできるね。じゃあちょっと聞かせてもらおうか、アスナに対する気持ちを。リズベットが好きなの知ってるけど、いやちょっと待って、らしいね、すごいリズベット好きなんですよ。いやもうもうだから、どうしてアスナはダメなの、いや聞かせてもらおうか、完璧すぎるから。そうなんです、良妻賢母を本当体現したような人間じゃないですか、アスナって、なのであのなんていうかとても緊張しそうなんですよね。あれ、じゃあリズはあのちょっと男勝りというか、俺でも緊張せずに喋れるみたいな。いや そういうことじゃなくて、になると松岡君と楽しく喋れるっていうこと。そういうことかもしれないです。あ、じゃあ結構グイグイ喋りかけてもらえた方が、はい、女の子と喋れるタイプなんだ。そうですね、自分から喋りかけに行くよりは。そうなんだ。はい、ちょっとみゆきさんあれじゃないですか、つぐつぐと仲良くなれる。そうだね、間違えてた引いて引いて、あ、引いてた。あ、なるほど、逆だった。ガンガンいかなきゃ。どう、はい、シノンのお尻は、松岡くん、はい、いやいいと思います。シノンの素敵なお尻はどう思う、はい、いいと思う、はい、とても素敵なお尻ですということで、オープニングが始まりましたね。そうだね、まあエンディングなんですけどそうだね、まああの今回、まあお一人ずつ最後に、感想の方をお伺いしていきたいんですが。感想、はい、今回のオーディオコメンタリーの感想などいただけたらと。さあ、詳細いかがでしたか。楽しかったです。楽しかったですか。そう思っていただけるだけでも本当に、感無量です。感無量、はい、トマトさんはいかがでしたか。はい、なんかあの、みゆきさんとつぐつぐの距離感が、なんか今後の多分またつぐつぐとみゆきさんってどこかでまたコメンタリー一緒になる時があるのかなと思ってるんですけど、はい、またいつか、はい、その時のなんかこう距離感の詰め方すどういく成長を見せるか、私たちは。そう、成長を見せる、それが楽しみ。オッケー、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございました